アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたともよ。巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和6年11月10日、場所は兵庫県加古川陸上競技場にて、2024X2 リーグ最終節の一戦となります。昭栄ブレザーズ対広島ホークスの一戦がまもなく行われます。試合開始13時キックオフ予定となっております。本日の加古川、非常に好天に恵まれました。まさに秋晴れという形で、非常に天候に恵まれた一戦として、この試合、現在4年なく両チームその試合に備えている格好になっております。最終節を存分に戦える素晴らしいコンディショニングという形になっている模様です。両チームのご紹介をさせていただきたいと思います。まずは本日はホームチームという形でメインスタンド側に陣取り、チームカラーであるブルーのユニフォームをまとっておりますのが昭栄ブザーズです。創部は1975年と歴史古く、かつては社会人1部リーグにも所属していた時期がありました。しかし、長年の、スポンサー獲得等のさまざまな問題ありまして、徐々に降格となり、近年は X3 下位に甘んじる状況が続いていたという格好になっています。しかし近年、現在首相であります三木氏を主体としまして、若手を大量補強成功し、さらに主要となります各部のところにキーマンとなるプレーヤーを加えることによりまして、一気に復活、2021年2023年と躍進遂げまして、今季 X2 に復帰、あるいは再昇格という形で挑んだ格好になっているシーズンになっております。その躍進の勢いのままに今季も X2 において奮闘しておりまして、この一戦において優秀の美飾らんとしておりますのが、本日このホームスタンドに陣取っております昭栄ブザーズです。それに対する形は同じく今季 X2 昇格を果たした形になります、中四国の主要都市広島にその拠点を置きます広島ホークスです。こちらも1990年に発足しまして、その広島において地道に活動を続けておりましたチームです。なかなかしかし地域的にその人材確保、そしてスポンサー確保に苦労する時期多々ありまして、なかなか躍進の時得られないままにありましたが、広島を拠点に中四国においてアメリカンフットボール普及に邁進しまして、その地域を蓄え、今季ついに X2 昇格を果たした格好でその初年度を迎えておりますチームです。そして前節見事その地元において初めて X2 での勝利を挙げるという快挙を成し遂げる形に成功し、さらにこの一戦勝利しまして勢いを X2 の中で名乗り上げんと、その試合に挑む広島ホークスがこの対戦相手となります。共に昨年までは X3 にあり、その研鑽積んでおりました両チームが、このさらに一つ上の舞台である X2 におきまして対戦するという最終節の一戦となります。そしてその試合に先立ちまして、両チームの主要選手にこの試合にかける意気込みをインタビューさせていただきました。今からそちらの方をご覧いただきたいと思います。
両チームの選手の方々にこの試合にかける意気込み、そしてチームのアピールをいただきました。インタビュー対応いただきましてありがとうございます。文字通りこの一戦がリーグ戦の最終戦になりますので、共にこの試合を白星飾りたいという形になっている、その意気込みにあふれるインタビューだったと思います。さあ、その最終節を前にしまして、現状の両チームの状況を、簡単に星取り表、これはホームページ、X2 のホームページにありました内容ですね、こちらを抜粋させていただいて掲載させていただきます。昨日、11月8日時点での表ですので、昨日の試合の結果は反映しておりませんので誠に恐縮ですが、昨日、ゴールデンファイターズと磯のスーパースターズの一戦はゴールデンファイターズが勝利する形になり、結果的にゴールデンファイターズが4戦全勝という形でブロック優勝を果たした格好になっております。そしてこのブロックはこの試合が最後の試合という形になりまして、これによって全チームの星取りが決着する格好になります。勝利はこの試合に勝利しますと3勝1敗となりまして、磯のスーパースターズの直接対決の戦績の関係上2位という立ち位置が確定する形になるのですが、もし仮にここで翔英が敗戦しますと、対戦相手である広島、そして磯野を加えまして2勝2敗のチームが3チーム横並びという形になります。従いましてこの場合は3チームそれぞれの直接対決の得失点差によりまして順位優劣変わりますので、この場合はこの試合の結果次第によって順位異なるということでご理解いただければと思います。その意味におきましては、最終的に順位がどのようになるか、その重要な一戦となりましたこの最終節の一戦、これより審判団が両チーム首脳陣招き入れましてコイントスに入ります。令和6年11月10日、場所は兵庫県加古川陸上競技場にて、 2024X2 リーグ最終節の一戦、昭栄ブラザーズ対広島ホークスの一戦が行われます。試合開始13時キックオフ予定です。グランドの中央では、これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのが、本日はホームチームとして、ブルーのユニフォームをまとっております昭栄ブザーズ、奥側がアウェーという形でホワイトをまといました広島ホークスです。広島ホークス、後半を選択しました。コイントスの結果、広島がその選択を得ましたが、広島は後半にその権利を譲る形にしました。昭栄ブレイザーズ、前半レシーブ。広島キックオフ、昭栄リターンで試合が始まります。白のユニフォーム広島ホークスのキックオフ、ブルーの日本、昭栄ブレイザーズのレシーブです。この試合は1クォーター12分の正式計時で行われます。さあ、両チームフィールドに散りまして、これより試合開始となります。ブルーのユニフォーム昭栄ブレイザーズはこれまで2勝1敗勝ち点6、広島ホークスは1勝2敗勝ち点3です。まず試合は広島のキックオフで開始する形になります。キックオフしますキッカーは9番の花岡です。立命館大学出身のプレーヤーが務めます。対しまして昭栄はリターナーに26番1枚を構える格好のようです。26番が山下、近畿大学出身です。広島ホークスキッカー19番花岡光選手のキックオフで試合開始。
翔英リターンに入ります。中央付近駆け上がりまして自陣30ヤード付近確保し、この位置から翔英の攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し更新するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは翔英自陣30ヤードの位置を確保しました。この位置から翔英の攻撃となります。翔英自陣30ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。ここでイエローフラッグが発生しました。審判団フィード上に黄色いウエストを落としますと、これは反則発生を意味します。イエローフラッグと称します。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーをしないと5ヤード抜体となります。従いまして翔英5ヤード下がりまして、ファーストダウンやり直しです。条件変わりまして、攻撃権更新、必要距離15ヤードのファーストダウン15。パス不成功。まずクォーターバック3番、右に流れながら中央を切り込んだワイドレシーバー88番に前パスを投じました。アメリカンフットボールはプレーの開始点から後方より一度だけ前にパスを投げることができます。この権利使い相手の裏を掴んとパスを投じましたが、これは広島許さずパスカットし不成功と変えております。現在レフリータイムアウト入っております。フィールド上にあります試合の時計掲示の方にトラブル発生している模様です。こちらの方の調整終わりますのでしばらくお待ちください。アメリカンフットボールはオフェンス、攻撃、ディフェンス、守備に分かれそれぞれ11人がプレーを行っています。画面上で表示しておりますが、私の方での目視で、カウントさせていただいておりますので、こちらの方は正式な時間の表示ではございません。ご了承いただきたいと思います。掲示を11分43秒に修正ください。および掲示のテストを行います。タイマースタートしてください。現在フィールド上のクロックの方にトラブルが発生しております。調整中ですのでしばらくお待ちください。ここでアメリカンフットボールの時計の記録の方、記録掲示に関しての確認をしていただきます。フィールド内の審判により掲示を行います。アメリカンフットボールの正式な時間は審判団が手元に持っております手時計が正式な時間になります。フィールド上のクロック表示および画面表示はすべてそれらの模倣になりまして正式ではございません。残念ながらフィールド上のクロックの方が正常に作動しないということで、この時間に関しては審判の手時計によりましてそれぞれがアナウンスする格好になります。画面上の時間はあくまで参考の時間としてご覧いただければと思います。さあ今度はランプレー入りました。後方にいましたランニーバックにハンドオフし左方向ランによって突破を図りましたが、しかしこれは広島ディフェンス集まりよくノーゲイン、獲得距離なくサードダウンに変わります。
ブルーのユニフォーム、ショウエイ・ブレイザーズ、左奥へ展開。しかし、ほとんどゲインがありません。ショウエイ・ブレイザーズ、セカンドダウン。ショウエイ、セカンドダウンに状況変わります。ショウエイ、3回目の攻撃に変わります。ショウエイ、サードダウン15。さあ、攻撃回数は残り2回になっております。この1回でこの15ヤード突破なるでしょうか。クォーターバック3番パスを投じんと下がりまして、そこから、ターゲットを探しましたが、しかしプレッシャーありまして緊急発進のランプレーに変えました。しかしこれは広島カバーしまして、結果的には攻撃権更新許さずフォースダウンに変わります。約3ヤードのゲイン。ショウエイ・ブレイザーズラストダウンアントフォーメーション。ショウエイ最後の攻撃権4回目のフォースダウンに入りますが、体型を変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかしこれによってその攻撃は放棄する形になります。ここでコスコタイム。このパントは広島陣38ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー変わりまして広島ホークスに変わります。まず翔英は最初の攻撃は4回で終了させざるを得ない状況となりました。しかしパントによりまして陣地は相手側に奥深く返す形には成功しております。さあ今度は攻撃権は変わりまして広島の攻撃になります。広島自陣28ヤードからのファーストダウン10、攻撃の更新条件は同じく10ヤード。不成功。ナイスディフェンス。広島もパスプレーから入りました。クォーターバック、まず中央切り込んだ91番にパスを投じましたが、このパスを、翔英素晴らしいディフェンスヒットかけまして、このプレーを阻止しております。激しいチャージかけまして、これを阻止したのは16番の中村です。関西学院大学附属高等学校出身。広島ホークスセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。今度はランプレーで中央密集点をつきました。ランニング枠にハンドオフをしまして39番、中央突破を図りましたが、ゲインは約2ヤードから3ヤードにとどまっております。タフなランをまず敢行しましたのは広島ホークス39番の酒井です。島根大学出身です。広島ホークスサーダウン7、3回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は7ヤード。パスは成功。右側にいましたワイドレシーバーにヒッチパス、真横に近い前パスを投じました。これをキャッチした0番がそこからランが2キャッチ取ってから、そのまま走ってゲインをしようとしましたが、これはディフェンス集まりよくノーゲイン、フォースダウンに変わります。約1ヤードのゲイン。広島ホークスフォースダウン7、キャッチしましたのは0番の出雲でした。神奈川大学出身。こちらも広島パントフォーメーションを取っております。ここで腰答え。さあこのパントはかなり深いところに入り、それをなんとか翔英リターンしようとしましたが、しかし激しいタックル合いまして、結果的には翔英自陣11ヤードの地点からの攻撃という形に変わります。翔英フォース翔英ブレイザーズ自陣11ヤード付近へパスター。さあ双方ともパントという形で終わりまして、2回目の攻撃シリーズに入ります。翔英今度は自陣11ヤードからの攻撃となります。翔英ブレイザーズファーストダウン10。
まずクォーターバックがボールを持ち中央突破を図りました。他のバックスをフェイクにしまして自らキープせんというところ、しかしゲインは1ヤードにとどまっております。ショーウェイブザーズセカンドダウン9。パス不成功、ナイスパスカット。クォーターバック3番、右に展開していたワイドレシーバーにパスを投じましたが、これを見計らいまして広島1番が猛チャージ、インターセプト戦という素晴らしいパスカバーしまして、このパスを防いでおります。見事なパスカバーを披露したのは1番の須崎です。広島大学出身。広島大学は昨日の全日本、甲子園ボールトーナメント1回戦見事勝利しまして、2回戦進出を果たしております。中央へのランプレー、この距離をランプレーにより突破はからんとランニングバックにボールを託しましたが、これを広島ディフェンス陣殺到しまして阻止し、フォースダウンに変えます。キャリアは33番の南口でした。神戸学院大学出身です。ショーへフォースダウン9の状況に変わっております。さあ、ここで大きなプレーが発生した模様です。プレッシャーありましてパンターのパントはかなり短い距離になりましたが、このカバーをする際に広島の選手が触れてしまいました。パントのボールは相手チーム触れてしまった段階でどちらが抑えても変わりません。これを抑えたのが広島でしたので、結果的に広島攻撃継続となります。従いまして広島ホークス自陣38ヤードからファーストダウン点で試合続行となります。さあ、ショーエが攻撃する形になります。ショーエはこのチャンスを生かすことができるでしょうか。ショーエ自陣38ヤードからのファーストダウン点。パス不成功。クォーターバック3番、プレーアクションからロングパス。奥に走り込んだターゲット17番へのパスでした。17番これをなんとかキャッチせんと試みましたが、手には触れましたが、しかしキャッチできずパス不成功となりまして、セカンドダウンに変わります。さあ、翔英これを後期とすることができるでしょうか。自陣38ヤードからのセカンドダウン点、セカンドダウン点。さあ、ランニングバックに託しました。ハンドオフからランニングバック、右オープン展開から縦に切り上がりまして、約4ヤードのゲインを果たしております。託されましたランニングバックは33番の南口です。神戸学院大学出身のプレーヤーです。ショーウェイブザーズサーダウン6、ボールオン自陣42ヤード約4ヤードのゲイン。ショーエブレイザーズサードバン、ファーストまで残り6ヤード。さあ、ドロープレーを挟みました。しかしここでイエローフラッグが投入されております。反則が発生した模様です。さあ、果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。まもなく審判団からその内容がコールされます。
オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型を用いてプレーを行いました。オフェンスにはそのポジションにさまざまな制限があります。それらのルールを守らない場合には不正な体型を取ったとして5ヤード罰退になります。ただこの反則を広島取らずプレーを成立させました。結果フォースダウン4、4回目の攻撃、最後の攻撃に広島変わりパントフォーメーションを取っております。このパントは広島陣の27ヤード付近にとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてテイクオーバー、広島ホークスに攻撃権移ります。残り失礼しました。最初に正英の選手がその手前で触れておりました。従いましてここでプレーが終了する形になりましたので、広島陣31ヤードから広島の攻撃となります。その地点より広島ホークス自陣31ヤードからのファーストダウン10、2ヤード付近へファーストダウン。さあまず右サイドにランを展開しました。ハンドオフから39番スピードによって右オープン突破を図りましたが、これは正英ディフェンス集まりましてゲインは1ヤードにとどめております。キャリアとなりましたが広島39番の酒井です。島根大学出身。広島ホークスセカンドダウンファーストダウンまで残り9ヤード。広島ホークスセカンドダウン内ボールオン自陣32ヤード。パス不成功。今度は左に展開していた8番にリッチパスを投じましたが、このパスはオーバースロー、パス不成功でサードダウンに変わります。広島ホークスサードダウン9。さあこのワンプレーで9ヤード突破なるでしょうか。さあここで後ろパスを投じた模様です。アクションとしては上からですが、パスの判定はそのパスを投げたリリースしたところから前であるか後ろであるかというところになります。先ほどのランニングバックへのパスは後ろパスと判定されました。この後ろパスの場合はランプレーと同じ扱いになりますので、落とした後もプレーが継続です。ランニングバックが抑えたことでここで終了となりましたが、結果的には交代しましてフォースダウンに変わります。広島ホークスフォースダウンパントフォーメーションを取ります。このパントは正英26番膝をついて抑えまして、正英陣33ヤードの地点での攻撃を確保しました。攻撃権変わりまして正英ブザーズに攻撃変わります。そうともリズムがつかめないと。ここで時計のアナウンスありましたので、第1クォーター残り時間3分49秒の状態という形で確認させていただきます。さあ双方ともに攻撃現在膠着というところですが、突破口を見出せるでしょうか。正英3回目の攻撃シリーズに入ります。正英自陣33ヤードからのファーストダウン10。さあまず中央へのランプレーを投入しました。ランニングバック29番がハンドオフを受けまして中央突破を敢行し、相手ディフェンスを突破線としました。ゲインはしかし1ヤード程度にとどまっております。正英セカンドダウン9。
これは広島ナイスディフェンス。今度はランニングワークにハンドオフし、左オープン展開図らんとしましたが、その一瞬の隙つきまして広島74番猛チャージかけ、このランを阻止して6ヤード近いロスを奪っております。素晴らしいタックルを決めましたのは広島ホークス74番の森岡、鳥取大学出身のルーキーです。鳥取大学はその地域性からですと中四国ですが、その交通の事情から関西学生リーグに古来より参加しております。現在は関西学生のディビジョン3でしかし奮闘を続けております。ショーエーサーダウン15、パス不成功。しかしここでイエローフラッグが投じられております。さあ果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。インテンショナルグラウンディング、不正な前パスを行ったという反則です。前パスには様々な条件があります。パスを意図的に失敗し、そのプレーのロスを避けるために投げ捨てる行為自体は卑怯な行為として見なされるケースがあります。先ほどのプレーはその条件、そのルールの合法性に欠けていたということで、ロスオブダウン、そのパスを投げ捨てた時点まで後退し、ダウンを一つ失う格好になります。従いましてフォースダウンロングの状況に変わりまして、ショーエーの攻撃継続ですが、ショーエーフォースダウンでパントフォーメーションを取っています。このパントは自陣脱するには至らず、ショーエー陣40ヤード付近でサイドライン割りまして、この位置で攻守交代、攻撃権は変わりまして広島ホークスに変わります。広島は結果的に相手陣から攻撃を開始する形になります。第1クォーター残り時間2分3秒の状況になっております。広島ホークス相手陣40ヤードからのファーストダウン10。さあまずランプレーを投入しました。ハンドオフから右オフタックル付近突入しましたランニングバック、体をねじ込むように約5ヤード獲得する形に至っております。まず一つ目のランプレーを5ヤード前進という形に成功しましたのは20番の玉山です。京都教育大学出身のプレイヤーです。広島ホークスセカンドダウン5、パス不成功。クォーターバック18番下がりまして、中央切れ込んできたワイドレシーバーにパスを投じましたが、しかしこれは通らず不成功になっております。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。広島ホークスサードダウン5、ボールオン相手陣35ヤード。インターセプト、ターンオーバー。ここで広島中央を切れ込んだレシーバーにパスを投じましたが、これを取りましたのはショーエーブザーズ。インターセプトによりまして、ショーエー攻撃権を奪取しまして、攻撃権ショーエーブザーズに移ります。北川選手がインターセプト、攻撃はショーエーブザーズと変わります。ショーエブレイザーズ自陣30ヤードよりファーストダウン。
さあ攻撃権を取りまし、奪い返しました照英、自陣30ヤードから攻撃に入ります。照英ブザーズファーストダウン10。さあランプレーを投入しました。ハンドオフ託されました26番、そこから右オープンカットバック切りまして約5ヤードのゲインを果たしております。失礼しました、キャリアは32番でした。32番が素晴らしいランでまず5ヤード獲得しております。キャリア32番は野田、近畿大学出身です。ショーウェーブザーズセカンドダウン5、ボールオン自陣35ヤード。さあどうだ、パス成功、ファースター、ショーウェイブレイザーズワイドレシーバー1番石倉慎也選手のパスが成功。クォーターバック3番、ここでプレイアクションを挟んで中央切れ込んだワイドレシーバー1番にパスを通し攻撃権更新です。ショーウェイブザーズファースター。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られております。ここでレフリータイムアウト、画面上の時計掲示0秒になっておりますが現在まだ第1クォーター継続中となっております。見事パスキャッチしましたのはワイドレシーバー1番の石倉です。岡山大学出身、長年低迷期にある翔英を孤軍奮闘引っ張っておりました石倉、素晴らしいプレーを披露しました。1クォーター残り23秒、ここで審判からのアナウンスありましたので時計表示を残り時間第1クォーター23秒に表示訂正させていただきます。フィールド右側に掲示板を設置しようとしております。第2クォーターから稼働予定です。今しばらくお待ちください。レフリータイムが出てきまして、ショーウェイブレイザーズファーストダウン、自陣45ヤードでファーストダウン。試合再開です。ショーウェイ、ファーストダウン10。パス不成功。ここでパスプレーによって攻撃権更新を図りましたが、これを広島は見事にパスカットしまして不正でおり、パス不成功に変えております。ショーウェイブレイザーズセカンドダウン。ここで第1クォーター終了となりました。ここで第1クォーターが終了しまして、ショーウェイブザーズ0点、広島ホークス0点、双方無得点のまま攻守の方向を変えまして第2クォーターに移ります。セカンドクォーター第2クォーターへと入ります。